さあ今日はセマ2日目ということで、また昨日と同じサウスホールから入って見てみたいと思います。今日珍しくすごい曇ってて寒いんですけど、寒いですね。夜みたいな気温で、はい、でなんか明日は雨が降るかもしれないということで、はい、かなり寒い感じなんですけど、はい、頑張ってお届けしたいと思います、はい、今日お昼まで会場見て、午後からミーティングだったりだとか、はい、前回アメリカに来た時に寄らせてもらったリフトっていう枕屋さんも見に行く予定になってるんで、その辺もお届けしたいと思います。行ってまいります。行ってまいります。Let's go! 昨日見たのはこのサウスホールから入った1階のタイヤホイールメインのところなんですけど、2階とあと今回セントラルホール、真ん中のホール見れるだけ見てみたいと思います。こっちが前回来た時に着陸してるベタベタの原稿 463A があって、もうすごい世界中で話題になった あのエリアです。まあ、多分毎年東洋タイヤのエリアなんじゃないかな。でなんか結構有名な車とかそういうのが多いみたいです。だこの辺に並んでる車は今後車系のニュースなんかに出てくる車が多いと思います。まあ、このブロンコかっこいいですね。後ろ引っ張ってて、で東洋タイヤさんのブースなんで当然このオープンカントリー入って、ブロンコ日本でいっぱい走ってほしいですね。そうですね、高すぎますよね。ちょっと高すぎるんだよ、ね、今為替も悪いんで。そしていよいよここからがトヨタ屋さんのメインのブースみたいです。ケンブロックのインフォメーションが真ん中にあって、奥こんな感じで有名な車がずらずらっと並んでます。BM みたいな。確かに確かに。これリバティウォークの多分新しいやつ、ね、これリバティウォークの新しいやろか。めっちゃリップ出てるね、うん、で、ホワイトボディになってる。2段になっててダクトがついてて、ボンネットもかっこいいっすね。これ結構好きっす。じゃあぜひやりたいっていうかおばちゃんに言ってもらえれば。こちらの車の用意からうるさいいっぱいあるんで。でこれは 300SL だね。レプリカ、レプリカだと。本物だったらグッドコンディションだったらもう億円だから。3億とかするから。ブラバスクラシックがあるよ。そう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 。メルセデスクラシックって書いてますね。本物だとしたら相当行かれてるけどね。これ高等時ってこんなエアコンなのじゃない？じゃないじゃないじゃない。いやでもこの辺のスイッチ周りメルセデスだから。そうだね。多分割とそんなに古くらい SL かなんかベースに 300SL のルックにしてたと思う。でやっぱり東洋タイヤに飾ってある車だけあって、塗装もすごい綺麗に塗ってあるし、内装の張り替えもすっごい綺麗に張り替えて、なかなかね、写真とかだとわからないからね。そうだね。実写を見ないと。これ HRA 入ってるの？ HRA 入ってる。すごっ。インナーだけ色変えてる。本当だね、インナーオレンジ色になってる。すげえな。本当だ。そしてこっちも P30 の M3 も。すげえな、カービンでけえ。これエンジン何のエンジンだろう？数字で。あ、数字で積んでんのこれ。スープラのエンジン。そうですね、スープラとかアリストとかで、内装はこのもう全部アルバンターラで、ポルシェ純正とかでも使ってるこのペピタのシートにセンター入れて。アメリカステータス人気っすね。そうだね、多いね。これ超えるなんのセンターキャップが何だろう。書いてないっすね。こんなのも埋まってます。でこっちはカーボンボディのサニー GTR。これがその日本から出ない。あ、これ九州の業者さんのやつでしょ。中も全部張り替えられてる。フロアも全部カーボンになってんだこれ。あ、これワークなの？アクシデスデザインをアクティブさんが作って。そこオリジナルのやつなんだ。いや、綺麗綺麗、すごい。確かに、ガヤ折りなのに全然カーボン歪んでないんですよね。で、こっちも 300SL。 これも HRE のオイル。あ、中オレンジ色に塗り分けられてる。でこれ内装もリアのこのトランクも同じ風に張り替えられてて、アルパインのデカモニターが。これベースも 300SL っぽいっすね。本物かレプリカかは分かんないっすけど。でこっちもすごい古い 280SE。 あ、ブラバスのホイールかっこいいよね。これポリシューじゃなくてクロームだよね。ああ、クロームで中も全部張り替えられてるかな。で内装は多分エアコン後付けされてるからかな。シフトノブに当たってるという。これね、アメリカだとこのナビをさ、もう古い車でも漏れなくでかい液晶をつけちゃうんだよね。つけちゃうんだね。ヨーロッパ絶対やんないよな。
もうとにかく塗装のコンディションなんかもすごく上手に塗られてます。こんな感じでもうこの東洋タイヤのブースだけでもかなり見応えがある感じになってます。毎年だからなんかそのその後の後々の車系ニュースになったりとかする車が、ね、確かに話題になる車が多い東洋タイヤから発信されてる気がします。そして続いてセントラルホール真ん中のホールに入ってみたいと思います。セントラルホールはこんな感じで用品が多い感じだと思います。サスペンションとかダッシュボードとかシートベルトとか部品の見本市感がすごい出てると思います。こんな感じです。セマショーってだから日本の切り取られ方だとカーショーだけど回ると分かるけども部品の見本市だよね。そうですね。いやでも今年だいぶ少ないですね。やっぱり結構こうスペースがゆとりのスペースになってるのと前回来た時奥のあの休憩スペースなんて多分なかったと思うんですけど、ここすごいね。フォード VS フェラーリ見たんで飛行機の中でコブラとあの GT40 と、ま、GT40 ってこれ車高のが40インチとか、そう高さ前方か岡ちゃんならわかるけど大体お腹の位置ぐらいで足の位置って言ってください。ETC のバーぐらいだったらくぐれそうな車っていう、こういうのはなかなか日本で見えないですね。スーパフォーマンス、シェルビーとか GM、GT40 とかその辺を触ってるところもブースです。この辺も詳しくなりたい。でこっちのミルテックのブースがやってまいりました。アーバンのエアロキットを組んだディフェンダー90かなということで、ホイールもアーバンでもキャリパーペイントはされてないで、このフェンダーとリップも変わってて、ボンネットのダクトも変わってるのかな。あ、これコンプリートですか。あー、じゃあパーツ出ないんですか。じゃあブラバスのロケットと一緒でパーツ販売してないコンプリートカーみたいです。で、この辺も変わっててワイドボディになってて、でミリテックのレパールが入ってて、このサイドステップもアーバンじゃないかな、うん、で、このルーフのライトもアーバンで、で、ミルテックのライトも4本だし、ドロよけもアーバンなんで、これかっこいいね。かっこいいね。で、ミルテックなんでマフラーの展示があって、あ、992の GT3 のマフラー。え、992ってもうこここんなデカ触媒なの。なんかここからここから触媒ですもんね。はぁ、すげーでかいこんな、はぁ、GPF もう早速あったりとか、もう1台のデモカーはゴルフ8ボンネット変わってリップついてエアサスペンション、こういうのもなんか全然見たことない。純正ホイールにリム変えてる。ああ、そういうこと。純正ホイールでリム変えてるっていうか、なんかピアスの穴開けて、あ、だからこれリムのこのピアスボルトのとこはなんか取って付けた感あるすげえ。じゃあ純正のワンピースのホイール切って車外リムと組み合わせて、そうそうそう、グリグリ2ピースコンバートって書いてある。ここは昨日回ったところにも出てたマグナフローの別のブースみたいです。こう早速新型の Z をワイドボディにして HRE のホイール入ってますね。しかもクラシックのこの5本スポークのやつ、これめっちゃかっこいいね。これ純正でしょ。すごいクラシック回帰したこのマイチェンボディにクラシックのホイールがすごい似合ってる。でタイヤもなんか引っ張っちゃうんじゃなくてちゃんと扁平あるスポーツタイヤ入ってます。これかっこいいっすね。 Z とか結構なんか入手困難らしいですけど、アメタンとか履かして乗ってもすごいかっこいいんじゃないかな。で、こっちはもう今勢いがめちゃくちゃあるハーベイのブース、 AMG GT で、裏側が BBS のブースになってる。ジャパンのホイールもあったりとかで、 ST もこのハーベイなんで廉価版のやつですね。で前回ドイツ行った時教えてもらったんですけど、カーベなんかヨーロッパのオフロードサスペンションメーカーも買収して今ラインナップがすごいことになってるんですよ。で純正供給なんかもしてるんで、かなり信頼性。クリームの色変えられるんだ。え、バネの色変えられるじゃないの。カスタマイズユアスクリームから、ST だけっぽいですね、うん、これを見る感じ。でもこれ青にしちゃったらもうビルシュタインじゃん。いや、確かにもう水色とかを当てにして何が入ってるってそうそうそう、バネの色でね、そうそう、見てたりするから確かにそこまでこだわるんですね、やっぱり。カーベ今純正供給もしてるんで非常に信頼性も高いやつです。すごい、もう広すぎて久しぶりに来たけど回りきれない、うん、
なんとなくこう規模感、これが4つある感じ、そして通路と外も全部やってる感じなんで、もう本当に1日じゃ回りきれない。開催4日間なんですけど、4日間もフルで見てもえ、そんなのあったのっていうのがあるぐらいの規模感です。続いてきたのはトヨタと GR もやってるのかな、はい、このブースもとにかくめちゃくちゃでかい。このセントラルホールの1段上がったところのこっちからずっと向こうまでトヨタブースで、も新型のランドラとかカローラ GR か、これ GR で、このラリー走ってる、これ屋根すごいっすね。張ってんじゃねえか、ラッピングだよこれあのね、雰囲気騙されちゃう、これはやってんな、トヨタだよ、だってやってました。これレプリカなのか、本当にラリー走ってる GR カローラ、そんな展示があったりとか、あとこっちはスープラ、え、それ10秒これですか、マジっすか、あ、本当だ、え、これなんかチューニングしてめちゃめちゃ馬力出てるとかですか、え、これ620馬力出てるんですか、本当だ、やばー、てかそんな出るんですよ、乗せ替えじゃないですもんね、3リッターそうですよね、すげえな。っていうかでもメーカーが04走ってんだからすごいよね。でもなんかこの造形と車の作りとこの持ってるエンジンの良さがスープラあるんじゃないかな。このぐらいやってほしいですよね、日本でも。だいぶこうイケイケな感じが最近トヨタ出てきてますけど、そういうことを合体してはそうですね、こんな感じがトヨタのブースでございました。ビレットスペシャル、昔からの有名なビレット屋さんだよ、だこういうプーリーとか、もう全部一からこういうアーム、全部交換する、すげえっすね、これ全交換なんですね、全交換、350エンジンとかってこの辺のプーリーから大体肩が来てベルトが切れやすくなる、だからちゃんと振動出してベルトを切れる、まあ、あとはこういったパーツに交換するだけでエンジンルームがすごく綺麗になる。確かに確かに。続いてこちらがジッターニのブース、これ実は前回のアメリカで動画にはなってないんですけど寄らせてもらった LA のショップですね。とにかくスーパーカーをベースにむちゃくちゃやるショップ、マフラーをオリジナルで作ったりタービンくっつけて7000万円ぐらいで買った SVJ をなんか1500馬力かなみたいなそのぐらいにして倍ぐらいになってた、そういうビジネスをしているとんでもないショップです。前回アメリカのそのショップ見せてもらった時にこれ前もついてないリアのクォーターもついてないバラバラの状態で組み上げてたやつ、なんか話聞いたら一番最初は全然別のショップでターボ化してもらったんだけどそれがポンコツすぎて、そう全部やり替えた、人体で全部やり直したっていう、お客さんの車が多かったりとかで前回の動画にはなってないんですよ、その辺の車が勢ぞろい。でこっちの SVJ もターボ化されてこれ全部作り返してたっすよ、これが何馬力、1500馬力やっけ、2000馬力やっけ、確かなんかそんなこと言ってたっすよ、これはなんかボルトオンの部分だった、うん、でも到底ボルトオンできねえだろう、ね、無理だよ。続いていくのがなんとテクアート USA のブースということで、今年多分初じゃないかな、うん、単体での出展はですね、毎年テクアート出してない、車が3台今回展示されてて、これ992カブの GT ストリート R、 これフルフルで組んであってタグモータースポーツが作ってます。あ、ボンネットかっこいいな。で内装も全部これ張り替えてあります、もうテックアウトって言ったら内装なんで、この全部やってある内装は全部外してドイツで加工し直して組み上げたみたいです。それやれば日本でもできるんだよね。でもう全部この辺の刺繍とかエンボスとかも全部オーダーでできるんで、あ、だからこれも全部フルオーダーでできるっていう、みんな考えつかんもん。でそこも好きな色に塗れるし、パドルもそうです、パドルも後ろレザー貼ってないけどレザー貼って触り心地よくできるんで、ちなみに GT ストリート R のキット確かまだあるんですよ、ぜひやりたい方いらっしゃいましたらこれできます。もう全部ボンネットから全部変えてコンプリートで日本で作れるんで、ぜひ興味のある方、各フロントにも相談してもらえますし、ラガーコーポレーションで代理店やらせてもらってるので、テックアートに相談してコーディネートなんていうのももちろんできます。でこっちの体感もテックアートのキットフルで組んでます。白かっこいいね。体感製作は
山店長に、はい、かっこよく仕上げられてで、基本的にはあのスポーツデザインパッケージが入ってない方が Z のスペアで、一応入ってでもリア以外は Z のスペアです。で、これは中はやってないんですよ。こんな感じ。そしてこっちはそのカレラ S にデックアウトのキットで、これもパーツ構成がかなり多いんで、こんな感じで、この色はどうなんですか。あ、でもこれステアリングはちゃんとデックアウトのステアリングに変わってて、こんな奇抜な乗り分けもいいんじゃないかな。で、興味のある方はぜひテックアウトのホームページで今コンフィギュレーターがあるんで、これでイメージができる。なんとなく雰囲気が伝わりましたでしょうか。こんなテックアウトブースでした。というわけで今回ってきたのがセントラルホール、一番真ん中の一番大きいホールです。まあ、中2階みたいになってて、まあ、非常に展示も多くて人も多い感じでした。そして最初あのサウスホールの2階に行く予定だったんですけど、あのスムーズに行けなかったんでセントラルホールを回ってきたんですけど、やっぱり2日目かなり人も入って賑わっております。しっかり3日目まで、4日目まであるかな、もしかしたら、お届けしますんで、ぜひチャンネル登録お願いします。というわけでサウスホールの2階に行ってみたいと思います。はい、なんか新商品が多いとかっていうサウスホールの2階は。あ、そう、新商品結構サウスホール集まる感じはあります。ここはサウスホールの2階になります。わ、意外にこのサウスホールの2階すっげー人入ってます。すごいね。やっぱりこう現場の人が来るの、まあ、一応業者向けのイベントですからね。アレスと言われてます。有名なんですか。全然知らない。パパがアレスと言われてますよね。いい感じで濡れそうです。ちょっと塗ったことないけど。わ、すげえ。エアブラシで絵描いてます。こんなデモンストレーションもあったりします。で、ここもフレーム修正機。ここのサイドのところが寒くよね。で、基準値が出るように引っ張るんで。で、ずーっと奥までそういう展示です。だサウスホールの2階、今年はだいぶマニアックな感じですけど、けど現場の人が来たら、そんなのあるのっていう。びっくり新商品が多いんじゃないかなっていう。ここなんとブースじゃなくてもうパーツ単体での展示で、展示してる人と値段と全部バーッと新商品がこんな感じで、お、いいじゃんっていうのがあれば連絡して買える。じゃあこういう古い車とかもちゃんとこういう現行のパーツでリフレッシュがてら組み直せるっていう。足回りもあってホイールもいろんなのが新作が展示されております。こういうパーツが本当に所狭しと並べられてるんですけど、こっちは割とマニアックもマニアックだし合算体なんで閑散としてる感じはありますね。こんな感じになってます。というわけで今見てもらったのがサウスホールの2階ですね。かなりマニアックなとこだったんですけど、まあいろいろ工具だったりだとか用品だったりだとか、まあ、僕的にはちょっと見るもあったかなっていう感じ。動画的にはあの微妙かもしれないんで、あの見るとこあったら動画になってると思いますけど、やたらと短かったらそういうことだと思ってください。で、あとは少し外を回って、でこれからミーティングなのかな、見てみたいと思います。さあ続いてお昼挟んでミーティング2社ほど間に入れてロイヤリティエキゾチックカーズっていうところにやってきました。ここは前アメリカ来た時に寄らせてもらったスーパーカーのレンタカー屋さんなんですけれども、半分がリフトっていうそのマフラー屋さんのショールームになっているということで、物が展示してあるみたいなんで、その様子を軽くお伝えしたいと思います。多分今日これで最後になると思うので行ってみます。あれ、車が全然ない。あら、本当だ。物もあそこに展示してあるだけっていう。前回話してくれたリフトの社長です。ウェルディエキゾチックカーズは YouTube もやってるんで、あの結構面白いチャンネルなんで興味ある方は見てみてください。この前なんか YouTuber 来てましたもんね。あ、そう、社長、そうで、結構あの貸した車がラスベガスの街の中でぶっ壊れちゃってとかひっくり返っちゃってっていうのを取り入ったりとかすごい面白いとこやってるんで。あ、これリフトの野郎なんですね。ボンドリップとボンネットとフェンダーも買ってますね。リア羽は羽と 765LT ルックですね。ディフューザーはマフラーがリフトです。これ見えないけど中とかもすごいんだよね。全部こう輪切りにして溶接してチラッと思います。でホイールこれブリクスタンブリクスタンカーボンリブがで、こっちのセナもいじったの。これもリフトのホイールだ。多分ホイール屋さんのやつにオリジナルで言って削ってもらってたと思うんですけど、
セナはね、どこが変わってるか分かんない確かにあ、セナが変わってる、すげえ。セナといえばこのマフラーこっちがリフトのホイールですな、やっぱり大マグなんでね。ですね。これでもやっぱりみんなこの 3D のセンターキャップってなんかカーボンなんだ ね。そうね。最近のトレンドは AL13 なんかと非常に似てるけど、うん、ね。AL13 がもっと浮いてるもん。浮いてるよね、確かに。塗装の質感もかなりこれテクスチャー系ですね。ザラザラのザラザラですね。でこっちはグロスブラックで、でここ全部バラバラにできるからここだけ色入れたりってやってですね。リフトといえばマフラーですから、はい、芸術的な全部輪切りでフルチタンでバルブついてるから閉めるとこっち開けるとこっちとなんかいい音しそうですね。めっちゃ薄い、薄ければ薄いと音は響きますからね。ただまあ割れるリスクとかもあるから、こういう補強とかのノウハウがないと割れちゃうっていう。でまあ日本だといろいろ車検があって難しいと思うんですけど、まあいろんな車種がありますので、ご相談ください。ご確認。急に今出してきてもらったのがケニグゼ君のアゲーラのマフラーうちでつけることあるんでしょうか。8台分限定、めっちゃ軽い。それキャタライザー中身も入ってるでしょ。あ、ストレートなんだ。いや、ストレート、いや。マフラー固定するストラップが。ああ、それに合わせて。あ、それに合わせて太さはこう、純正の太さに合わせてあるけど、中身はない、フル直感。片手持てる。持てる、持てる。軽っ軽っ軽っ、すげえ。軽っちなみにこのドリアリティエキゾチックカーズはスーパーカーがラスベガスでレンタルできます。ドン借りますドン借りる24万ぐらい1日借りて、うん、1日で24万、4時間だったら15万。4時間借ります。お願いします。お願いします。それだったら24時間借りた方が、あ、でも岡だったら日本買って買っちゃった方がいいもんねあ、そうっすね、うん、日本買って買いますわ、うん、っていうのをやってる。買えるか。というわけで今回中は少し寂しい感じですけど、面白いことをやってるレンタカー屋さんなんで、ぜひラスベガスに皆さん来た際は寄ってみてください。はい、というわけで中の様子をお伝えしました。動画には撮ってないんですけど、横山さんが買い物するっていうハプニングもあったので多分葛飾店のあのブログでどんなことが起きたのか紹介すると思います。ぶっちゃいのかったぜひチェックしてみてください。というわけで明日も一応セマの会場回って、まあ、ミーティングだったりだとか、あとは取引先と食事なんかのいろいろ予定があるので、まあ、できるだけ詳しくお伝えしたいと思います。ボンドチャンネルのチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。